新宿野戦病院最終回直後感想ということでよろしくお願いします。大島康之です。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございます。工藤官九郎さん脚本の、フジテレビ系列のドラマですね。水曜日10時に毎週やっておりました。2024年夏ドラマの新宿野戦病院が完結いたしました。直後でございます。直後といってもですね、放送直後に、撮っているわけではなくてですね、数日経ってしまっているんですけれども、素晴らしかったですね。一言で言って本当に今年トップレベル。そして工藤官九郎作品の中でも、最終回に向けてのドライブっていうことで言うと、僕はかなりトップレベルかなというぐらい正直好きな作品になってしまいました。工藤官九郎さん、とてつもなく精力的に活動されていまして、工藤官に関してだけは、働き方改革が適用されていないというですね、非常にその点を心配しているんですけれども、もちろんですね、この、冬ドラマとして、不適切にも程があるがですね、賛否両論を巻き起こしながらも、やっぱりですね、冬ドラマを代表する一作として、すごくですね、たくさんの人が、楽しんでいましたし、もちろん、議論のきっかけになるっていうところも含めて僕は、すごく偉大なチャレンジだったというふうに、評価しているんですけれども、その後もですね、震災を、被災地を描いたですね、季節のない街というドラマが、昨年ディズニープラスで、作られたドラマがですね、テレビ東京系列で、この春ドラマとして地上波で放送されていたんですよね。そして夏ドラマで完全オリジナルの、新宿野戦病院ということで、これ3クール連続で地上波ドラマをですね、しかもまあほぼオリジナルという形で、まあ季節のない街は山本周五郎の原作が、ありまして下敷きにありますので完全オリジナルというわけではないんですけれども、ふてほどと新宿野戦病院に関しては完全オリジナルで、全話工藤官が書いていますので、これはねもうトップレベルの脚本家であるっていうだけじゃなくて、それは質の面だけじゃなくて、いや量もトップなんかいってなってしまうと、これはもう誰もかなわないっていうね、レベルになってしまうんじゃないかなという、のがあります。そして得意技をやり続けて大量供給のやり方が、身についてしまった脚本家っていうわけじゃなくて、毎回新しいチャレンジをしてるっていうのがちょっとえげつなくてですね、今回ね新宿野戦病院というドラマ、に関して言うと、歌舞伎町というですね舞台、そして医療現場っていうところ、センシティブな題材ですけれども、そこを工藤官九郎がですね、ちゃんと料理できるのか、適切に扱えるのかっていうことがですね、非常にこう危惧されていた部分もあったんですけれども、やっぱりですね僕は、かなり取材は十分にされていた上で、しかもですね、安直なところに逃げずにですね、のんぽりに逃げずにですね、具体的にですね怒りとか、メッセージを載せて、しかもコメディとして、テンポよくお送りするということで、しかもですねこれ続編ができる形で終わってるんだよねっていう、ところが非常にもう本当に完璧中の完璧、特にですね7話以降の、ドライブ感、7、8、9、10、11話っていうところの、ドライブ感と1話1話のパンチっていうところで言うと、近年の、ドラマ作品の中でもですね、毎週毎週どんどんこうギアが上がっていく感じっていうのはですね、本当に目が離せなくて、最先端の作家なんだな未だに工藤官九郎はっていうところで、本当にびっくりしましたし、まだですね見てない方がいたらですね、今からでも1話から見ていただきたいなというふうに思っております。設定としては非常にですね、まあ複雑なんですけれども、まあ簡単みたいな感じで、新宿歌舞伎町のど真ん中に位置するですね、非常にまあだから治安の悪い地域ですね、に位置する町医者というかですね病院がありまして、そこが舞台になっている聖真心病院というところなんですけれども、そこがですね、まあ通称新宿野戦病院みたいな感じになっていまして、その野戦ということにはまあニュアンスがドタバタしてしまって、本当に戦争のような戦いのような現場であるということと、設備が乏しくてですね大変なやりくりをしなければいけないっていう野戦病院のような状態だっていうの、プラスですね、主人公の小池栄子さんがですね、陽子西フリーマンという、お医者さんなんですけれども、彼女がですね元軍医だと、アメリカの軍医で、日本に帰ってきて、免許を持っていないんですね、日本の医師免許を持っていない状態で、無理やりやっているっていうところがですね、野戦病院っていうタイトルにかかっている。これまた面白いですよね。で彼女のキャラクターはですね、平等に雑に救うというですね、まあモットーを掲げているっていうのがまあ1話で、わかるんですけれども、非常に、雑に、治療するんですけれども、優先順位に関しては彼女の中で確固たる指標が、ありまして、この人が偉いとかですね、この人は悪いやつだから救わないとか、そういうことじゃなくて一人でも多く救えるようにですね、病状とか重症の順番に、ランク付けして、テキパキやるっていうことですね、まあこれお医者さんとしては当たり前なんだけれども、医療ドラマの中ではね、割とそこを踏みにじるみたいなことは結構、行われたりするんですけれども、まあ実際の現場でもそういうことはねあったりするのかもしれないんですけれども、そこを一切譲らないっていうところですね、かなり強引に、自分の体を張ってやっていくというですね、モラルだけで戦っている全然器用じゃない医者っていうのが、小池栄子さん、そして、もう一人のですねダブル主演の片方、はですね中野太賀さんが演じている、この人はですねまあちょっと嫌な医者というか、中野太賀さん嫌なやつの役非常に、上手いですけれども、ゆとりですが何かの、山岸とかですね、非常に嫌なやつ、まあ、虎に翼とかでねいい人やったり嫌なやつやったりっていうこう往復往復で、交互欲のようにですねいいやつと嫌なやつを、縦横無尽にやっている俳優さんですけれども、今回はちょっと嫌なやつでね、
美容皮膚科みたいな感じのお医者さんで、割のいい治療をですね、やりながら、ギャラ飲みみたいなことを趣味にしているみたいな、本当に嫌なお医者さんですね。何のモラルもポリシーもないというやつが、小池栄子さんにちょっとずつ感化されていくっていう様子を描いている作品ですね。そして、群像劇としてですね、病院にはいろんな個性豊かな方々がいらっしゃいまして、で、一つ一つのですね、ケーススタディというか、今回は歌舞伎町における公用問題を扱いますということが、一個テーマが患者さんと共にやってきて、それにトラブルシューティングしていく中で二人のモラルが浮かび上がってくる。そして、医療現場の現状とかが浮かび上がってくるみたいな、感じ。そしてその先に日本の社会とか、東京における問題っていうのが浮かび上がってくるっていうことをですね、11話立て続けにやっていくという構成だったんですけれども、特にですね、7話以降がやっぱり僕すごかったなって、思うのが、そこで扱う社会問題の、なんかレベルというかモラルというか、がですね、やっぱ多層性がどんどん上がってきたなというところ。で、7話がすごかったのは、ドランクドラゴンの塚地武雅さんが演じている、あの人男なんだっけ女だっけっていう、長年働いている同僚ですらですね、性別がわからないっていう、おじちゃんにも見えるし、おばちゃんにも見えるっていうタイプの方がですね、看護師の市長をやっている、府長ではなくて市長をやっているっていう、まあ、設定なんですけれども、その人の裏側にはどんなバックストーリーがあるかっていうことがですね、7話で語られまして、ここに関してはね、マクドー勘九郎さん、割と昔からセクシャリティの、こう、曖昧さみたいなものをですね、いじるっていうのは、まあ、理解があるっていうか、全く無関心よりはいいと思うんだけれども、かなりこう、ギャグ的にいじるっていうことをですね、割と90年代とかからかな、ヤジさん、キタさんとかもまあ、そうっちゃそうですからね、別にそれ自体が僕は悪いことじゃないと思うんですけれども、それが現代の感覚に、果たして追いついているのか、地上波でやることとして大丈夫なのかっていう、懸念はね、あったんですよね。で、僕は期待度ランキングとかに、の時に、ホームページで、まあ、告知で、されていた、塚地さんのキャラクターの忍さんというキャラクターの説明がですね、どうしてもですね、そのセクシャリティ交渉みたいなのが全くできてない状態なんじゃないかっていうことを懸念していたんですけれども、それはまあ割と、まあ、工藤さん自身のとか、作り手のドラマのチーム自体のというよりかはですね、まあ宣伝の部署の不手際だったんじゃないかなっていうことを、思えるぐらいですね、非常に丁寧にきめ細かく描かれていまして、そしてドラマ内のどんでん返しというか、あ、なるほどそういうことだったのかっていうことが、感動にもつながるし、理解にもつながるっていうですね、これネタバレしないように喋っていますけれども、7話単体をいきなりテレビつけてみたとしても分かるようになっている。1話から6話まで見なかったとしても、7話だけ見たとしても感動できる、ようになっているっていうのがかなり素晴らしいなと思って、そこまでもそれなりに楽しく見ていたんですけれども、ぐっと、前のめりになってしまいましたね。僕、確か3話、2話3話ぐらいまでしか感想、直後感想を動画として出していなくて、その後ちょっと忙しくなってしまったんですけれども、まあその後ね、7、8、9、10、11話は毎話感想やってもよかったんじゃないかなと、後悔しているぐらいですね、どん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 とこうレベルが上がっていった感じが、しました。割とですね、後ろにこう重心を置いているっていう設計で、作られているのが、かなりこう、クドカンドラマとしても、傾斜がね、割と急激にちゃんと、後ろに重心をつけているっていうのが、こんなに後ろ重心なのはクドカンドラマとしても珍しいんじゃないかなっていう、ぐらいですね、とてつもなく後ろに重心がついてるなという印象でした。で、その後も、コンカフェがですね、ストーカーみたいになってしまうお客さん。まあ、これもですね、アイドルみたいな感じで、ガチ恋営業みたいな感じにしているビジネスっていう、ものですね。まあ、水商売っていう風に言い切るのもちょっと難しいような、アイドル業と水商売というか、接客業、まあ、風俗業みたいなものの、まあ、中間みたいな感じ、まあ、コンカフェ業界の人そういう言い方するとちょっと怒るかもしれないんですけれども、まあ、新しい業態ですよね、まあ、ホストとかキャバクラとかともちょっと違うアイドルっぽさも見せているっていう、仕事の危うさみたいなものを、見せながらそれを、お客さんとして通っている人間をどうしてもこう偏見で見てしまうみたいな、ところもこれもまあ答えが出ない問題なんですけれども、そこもですね、まあ、犯人だったらじゃあ助けなくていいのかみたいなですね、テロ事件の、犯人と目されている人物が重傷で運ばれてきた時にその人を助ける必要があるのかどうかみたいなこうトロッコ問題みたいな、感じの問題提起とかもですね、医療ドラマの本当に王道のど真ん中のテーマみたいなものを歌舞伎町舞台にしたらじゃあこうなるよねっていう、形でやっているのとかも非常に、秀逸でした。でそして9話で非常に秀逸だったのは、テレビクルーがですね海外からやってきまして、取材したいと言ってくれたんだけれどもたまたま患者さんがあんまり緊急的にいないという時に、普段サボっているですねカンファレンスこういう事例がありましたこういう風に対処しましたっていうことを、報告し合う会議みたいなものをですね、無理やり開催しましたとでそれによって近々の、いろんな事例をですねこうプレイバック的に振り返ることができるっていうのがこれうまいなと思いましたね最後の方に、それで小話をトン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 と、詰め込んでくる9話でした、でそこで、これまでの、いろんな主人公たち登場人物たちが抱えていた問題っていうのが例えば、陽子西フリーマンは、免許をですね取ることができたとかですね虐待されていたような感じだったですね伊藤葵さんが演じている非常に若い女の子とかもですね、まあ、親と、まあ、ちょっとうまくいき始めて一人で、自立し始めたとかですね、一つ一つなんとなく解決しましたっていう風になったかと思いきや、9話の最後にですねコロナウイル
スを超えるですね、新種のウイルスが襲ってきたっていうことの予感で終わるっていうところで、でそして10話11話が、コロナ禍を超えてくる、より強いウイルスに対応するための2話というのが本当にすごかったですね、とてつもなくすごかった、だから何話だけ見てみるっていうのも結構おすすめだし、もし本当特に時間がないけれども、なんか、クドカンドラマにはお世話になっているから、なんか見逃すことは、できないなと思っている方はですね、もしかしたらですね、10話、11話だけ見てもいいかなと、思ってます。最近ね、僕はテレビドラマ、連続ドラマ、1から、10話、11話、12話まで全部フルで見ることをですね、正義としていると、ドラマを見るハードルっていうのが上がってしまうなと、思っていますので、何話から見るのもありかもねっていう、論をですね、悪者になると分かっていながらもですね、完結後のドラマに関しては、もしくは、完結しかけているドラマに関しては、見られないよりはマシかなと、思いますので、もうその立場を取っていきます。このポジションを僕は取っていこうと、思っていますけれども、工藤官九郎ドラマ結構好きなんだけどな、キサラズキャッツアイ、IWGP、アマちゃん結構見てたんだけどな、最近は手が伸びないなっていう方はですね、新宿野戦病院の元気があれば10話11話だけをですね見てみるっていうのはこれありなんじゃないかなと思います。コロナを超えてくるウイルスが襲ってきて、それに対応するときにですね、みんなコロナ禍の時にこんなことあったよねって言いながらですね、ちょっとバカバカしいなとかね、怖いなとかいろんな感情になりながらも対応していく。中で、コロナの時の思い出とかですね、その時にあった苦痛とか苦悩とか、そういうこともですねプレイバックしていくっていう、コロナ禍そのものを描くんじゃなくて、コロナ禍の記憶がある人たちがコロナ禍より、さらに強い苦しみを得た時にどうなるかっていう、この設定さ思いつきそうでなかなか思いつかないよね、本当にすごいなと思いました、そして、まあ、大久保公園のですね、まあ、いわゆる立ちんぼと呼ばれるですね、その売春するですね、まあ、市場になってしまっているですね、立っている女性、そこに声かけてくる男性っていうのをですね、やめろやめろっていう風に橋本愛さんが演じている NPOの女性とかがやめろやめろって言っていたのに、警察とか自分とかがやっていたのに、そのウイルスが来たタイミングでみんないなくなるのかと、自分がどんだけ言ってもですねいなくならなかったのにウイルスが来たぐらいでやめんのかよっていう、自分たちがやってたことは何だったんだろうなっていうですね、本当にこれ誰も悪くないんだけれども、なんかやるせない気持ちになるっていうことをですね、散々表現していました。コロナ禍あるあるというかですね、コロナ禍のトラブルみたいなものをですね、特にですね10話の中において、第10話の中において、45分にですね何個あるあるが詰め込まれたんだっていう、怒涛の展開でしたね。そして最終回もっと素晴らしかったですね。ここで10話で抱えたトラブル、襲ってきた問題、そして病院のですね、まあ、生瀬勝久さんが演じている、まあ、重要な人物ですね、とかも、罹患してしまったりとかですね、自分が感染していたのを移してしまったっていうのをですね、中野大河さんが演じているお医者さんが、すごく、後悔したりとか、するんですけれども、それに対して小池栄子さんが演じる陽子西フリーマンはとにかく謝るなと、誰も悪くないんだと、でこれはウイルスと人間がどっちも生き残るための戦いなんだと、いうことをですね、すごくね、ドライに言うっていうところが、いやこれだよなと、でも正しいよな結局な、誰が悪いとかそういうことじゃないよなっていうことをですね、引き続き思い出させてくれるっていうところで、こういう社会派のドラマっていう風になりながらも、誰もが、あ、確かにそうだよなっていう風に、なれるですね、非常に広いメッセージを、包み込んでお送りしてくれるっていうところが本当に素晴らしかったなと思いました。で最終回、やっぱり辛い状況なわけですよね。で、歌舞伎町ウイルスという風に、名付けられてしまったウイルスなんですけれども、それは歌舞伎町の、ホストがですね、これ戸塚純喜さんが演じている、これも素晴らしいですね。戸塚さん本当に、最近もう引っ張りだこで、だが情熱があるでオードリー春日さんを、やった後にですね、まあ虎に翼とか、本当にすごいいろんな作品に出られていて、今回もホストの役でね、アメリカに行って帰ってきたら、帰国時に感染していることが判明して、そのままですね隔離されたまま亡くなってしまったと。でお母さんが迎えに来たんだけれども、早くですね遺体を処理しないといけないというなんかガイドラインがあったかなんかで、お母さんが来た時にはもう骨壺に遺骨として入っていたっていう、もう本当に非常に切ない悲しいシーンが、ありましたけれども、彼は感染してから一回も歌舞伎町に入ってきてないのに、にもかかわらず歌舞伎町のホストだということで歌舞伎町ウイルスという名前が広まってしまったと。でコロナウイルスも初期は、まあ、とある外国の地名と、共に語られていましたよねっていうですね、そういった偏見を広めるっていうことに関してはやめてくれと、いうふうに小池栄子さんが演じている陽子西フリーマンがですね、まあ、ミヤネ屋じゃないか、あの宮根さんがやってる番組、に生出演してですね、政治家と宮根さんに対して言うと、で政治家もですね、テレビの生放送で謝罪するっていうですね、でこれも政治家を徹底的にこう悪として描き続けるっていうよりかはですね、ちゃんと言葉を尽くして対話すれば、そして、言葉に関しては陽子はすごくあの不自由な設定なんですよね、にもかかわらずちゃんと理路整然とですね、言語が堪能だということだけじゃなくて、ちゃんと理路整然と、心を込めて、伝えればですね届くんじゃないかみたいな、そういうですね、非常にこうコミュニケーション楽天主義というか、コミュニケーションオプティミズムみたいな、ものってやっぱクドカンイズムとして僕はあるなと、思っているんですよね。
ね。基本的には、性悪説というよりかはどちらかというと性善説よりというふうに思っているんですけれども、今回もそういうところが発揮されていまして、とにかく、特定の誰かを攻撃するような方向にするなと、いうことが、工藤官九郎が今までやってきたことでもあるし、これからもやっていってくれることなんだろうなというふうに思いました。で引き続きですね、今まで通りの工藤官節でそんなのさわかんねえよみたいな、例えばこう手を挙げろよと、サタデーナイトフィーバーみたいに指を挙げろよと、で、感染してる症状の兆候としてですね、肩が上がらなくなるっていう設定が、あるんですけれども、生瀬勝久さんが感染してるかどうかをですね、チェックするために肩が、上がらなくなるので怪しいというところがあって、こんぐらいしか上がらなくなるっていう、それじゃあビズリーチじゃねえかよって言ってるんですけれども、10年後さビズリーチの CM やってない可能性も結構高いですよね。っていうことで言うと、果たしてどのぐらい後世に残す気があるのかみたいな、そういう突っ込みどころも含めてね、やっぱり工藤官節だなというふうに思いましたし、本当にね素晴らしいなと思いました。後半に向けてどんどん、ドライブしていったなと思いますね。で実はですね、コロナ禍をですね、工藤官九郎はこれはもう2回描いているということになるんだなと思うんですよね。俺の家の話というですね、2021年の冬ドラマ、永瀬智也さんのですね、引退作になりますけれども、これもですね、マスクしてるシーンが非常に、いっぱいある作品でした。そして、僕のカウントだとね、4回震災に向き合ってるわけですよね、工藤官っていうのはね。アマチャンで東日本大震災、イダテンで関東大震災、そして不適切にも程があるで直接的ではないけれども、阪神淡路大震災、そして、季節のない街で、まあ、抽象的な震災を描くというですね、地震大国日本というですね、震災と歴史を切り離すことができない国において震災を4回描いている作家、そしてコロナ禍をですねオリジナル連ドラで2本描いている作家、これはねもう唯一無二です。完全に唯一無二ですし、そういったですね時代を時代と心中するっていうことですね、時代における正しいことも、悪いことも、正も邪も善も悪も、全てとですね抱き止めて心中するということをですね、工藤官九郎さんはやろうとしているなと、そして現在50、代前半ですよね、54歳ぐらいだと思うんですけれども、ここからですね、ちゃんと大御所作家先生としてですね、健康管理をしていただければですね、まあ普通に考えたらあと10年20年は書けるわけですよって考えるとさ、どんな作家になっていくのとも、思いますし、やっぱりねこう時代とともに心中する作家なんだろうなと、思いながらですね、やっぱり他に、出力とか、出量がですね足る人がいないので、工藤官がトップランナーとしてずっと居続けるんだなというところでね、本当に誰もかなわねえなと、思ってしまいました。そして工藤官ドラマね、今年もう地上で3本もやったんだなとか、思いながらですね、9月21日に実は終わりに見た街というですね、大泉洋さん主演の、まあ、これスペシャルドラマで多分2時間ぐらいなんですけれども、テレビ朝日系列でやるんですよ。工藤官ドラマね、新作4本やるというですね、とてつもない、年でございます。工藤官イヤー、まさか2024年が工藤官イヤーになるとはですね、2000年頃の私たちは思い至ったでしょうか。というですね、本当に恐ろしいことになっております。でこれもですね、割とこう歴史ものというかですね、戦争を描く感じなので、やっぱり日本ということをですね、まあその右寄りとか左寄りとかっていうことじゃなくて、すごく総体として、描くというですね、とんでもないチャレンジをしてるんじゃないかなと、思いますし、やっぱりですね、ちょいちょいですねセクハラチックなところっていうのは多々あるんですよ、ドラマの中では。ただねこれがね、ただ単に、まあ当時のですね2000年頃の工藤官ドラマにおける下ネタを言ってるっていう、こう若者の、精神の発露としての下ネタとか、ただ単にこうカウンターとしての下ネタっていう感じではなくて、今回もですね、その隔離するためのですね、まあ、病棟とかホテルみたいなものの代わりとして風俗施設を使うっていうことが、ありましたけれども、これ、風俗王としてですね、松尾鈴木さん、工藤官九郎さんと、まあ、ずっと盟友ですけれども、この人が出てきましてですね、橋本愛さんが演じている NPO の女の子のお父さんだという設定も、これもねもう本当に大納得の、キャスティングでありましたけれども、彼がですね、まあ、施設を、まあ、部屋をですね、まあ、要するにこうソープランドとか、まあ、ファッションヘルスとか、まあ、そういったものの部屋がですね、実はこう完全に密室というかですね、隔離されている場所なので、これは病室として使えるということで提供してくれるっていうくだりがあったりしましたけれども、これは実際にですね、新宿のラブホテルとかがまあそういう風に使われたみたいな話は聞いたことがありますので、あながちこうボケでもないっていうところですね。そしてまあいわゆるですね、こうスケベ椅子というですね、風俗のプレイに使われる椅子みたいなものをですね、こう小池栄子さんがですねテレビに見せているみたいなものがありましたけれども、あれも元々下ネタじゃなくて、あれも確か元々介護用の椅子を、使いやすいという形で風俗業に転用されたという形ですので、これね別に下ネタっぽくやるっていうことがですね、必ずしも悪いことというか、露悪的なことではないというかね、そういうこともなんか言えてしまうというか、工藤官自身のこうキャリアの、上がり方とか、社会から求められるもののレベルの上がり方、なんか NHK 的な脚本家に工藤官がなっていくっていう、社会的に工藤官に対する信用が高まっている、っていうことにつれて、工藤官はずっと
下ネタをですね、同じように発信し続けているのに、それにですね、なんか社会的なちゃんとした意味が乗っかってくるようになっているっていう、だから下ネタを、まあ、諦めずに続けたことによって、下ネタが正しいものになってきているみたいな、これね、すげえ面白い現象だなと、思いました。なので、僕の、ね、見立てで言うとね、クドカンに対する世の中の見方がどんどん変わっているっていうだけで、クドカンは変わってないんですよ。っていうのが、僕のですね、一貫したクドカン論でございます。なので、引き続きですね、僕はクドカンクロウさんに、すごく期待していますし、楽しませていただこうかなとずっと、思っていますし、なんといってもですね、やっぱりこの新宿野戦病院というドラマのね、キャラが素晴らしい。本当に素晴らしいです、みんな。塚地さん、岡部隆さん、生瀬勝久さん、江本明さん。もうみんな本当に素晴らしいですね。あの病院のメンバー10人ぐらい、本当にみんな素晴らしいですので、これからもですね、まあもちろん浜田岳さんとか、高畑敦子さんとか、もうみんな含めてですけれども、みんなね、もう一回見たいなって思っちゃうんですよね。で、今回の陽子西フリーマンね、最後国境なき医師団に行っているっていうですね、まあらしいなっていう設定で終わりましたけれども、僕はね、彼女がね、国境なき医師団でも、なんかね、その正義にほだされすぎて、なんかね、一線踏み越えてほしいなってちょっと思っちゃうんですよね。で、やらかして、そこでもクビになって、日本に戻ってきて、再び潜りの医者となってですね、で、今回、まあ、心病院もですね、ちょっと経営が、まあ、持ち直すきっかけみたいなのがあって終わりましたけれども、もっかいね、崩れてほしいなって思っちゃうんですよね。で、もっかい、今回の第1話と同じようにですね、陽子と病院のですね、利害が一致して、陽子先生がもっかい合流するっていうところの、2時間ドラマやってくんないかな。シーズン2は難しいですけれども、多分ね、なかなか、社会問題をですね、今回の10話分と同じレベルで集めるって結構難しいと思うんですよ。まあ、リーガルハイ2とかはね、本当にそのレベルでクリアしてたからめちゃくちゃすごかったと思うんだけど、今回はね、シーズン1の密度がすごすぎたので、ちょっとそれは難しいかと思うんですけれども、例えばね、正月とかね、夏休みとかね、に、もう一回ですね、スペシャルドラマやってもらうって、これはありなんじゃないかなと、思いました。つまり1年間のですね、社会問題をですね、新宿×医療っていうことに、落とし込んで、スペシャルドラマを作るっていうのはね、これはね、工藤官九郎さんの手腕だったらできんじゃねって、僕は思っちゃいましたし、そのぐらいですね、続編を、欲したくなるドラマでもありましたし、続編があり得るかなという形で、終わっている、もう期待もさせてんじゃん、そっちがっていうふうにもちょっと思いましたね。で、しかしね、世の中でいまいちあんまり話題になっていないっていうのもですね、ちょっとわかるんですよっていう話を最後に、まあ、チクリとっていうほどじゃないですけれども、ないものねだりをしたいのはですね、やっぱりね、掴みが遅かったなとは正直思いました。1話、2話、3話、僕、そのあたりは、初期は感想動画出していましたけれども、3話4話ぐらいまではちょっとね面白いのかどうかわかんないっていうか、なんかすごいちっちゃい話だなっていう印象が、ありまして、なかなかねこう火がつきにくかったなっていうところがありましたので、最初の方でやめちゃった人っていうのも正直結構いたんじゃないかなっていうのはですね、だいぶちょっとあの気持ちはわかるなっていう感じです。でそこはまあこう TBS とか、日テレ、まあ主に NHK と TBS がね、クドカンの本当に大名作がすごく多い、曲ですけれども、フジテレビのこのチームっていうのがね、クドカンドラマはもう何十年ぶりみたいな、感じですし、チームとは言ってもほとんど組んだことない人ばっかりでしょうっていう感じですので、長年の通過の感じっていうのはちょっとないのかなと思って、カット割りがねちょっと過剰だったりであるとか、あとはね他の局のドラマとか他の、もう慣れてる演出の方とかだったら、そこの長台詞のボケは早めに突っ込んで切るよみたいなところとかをフルで言わせちゃったりとかしてるっていうところが、若干の滑り感みたいなものにちょっとね初期の方は繋がっていたような気がするんですよ。でだんだんですね、ずっと見てる間に、それぞれのキャラが好きになってきたので、例えば岡部隆さんのボケ台詞とかはね、僕はちょっと長くてね、もっと早めにみんな、突っ込んであげた方が良かったんじゃないかなって、最初の方はね僕すごい思ったんですよね、みたいなところ、そういうですね、こうもちろん世の中の他の地上波ドラマ、民放ドラマに比べるととてつもなく高い水準なんですけれども、クドカンドラマっていうものにみんなが求めるさ水準が高くなりすぎてるんだと思うんですよ。みんな自分の中のフェイバリットクドカンドラマって、ドラマウォッチャー、マイクールドラマを 2,3 本見るドラマウォッチャーみたいな、テレビドラマの主な視聴者の中においてはみんなあるから、みんな心のクドカンがあるから、でそれと比較しちゃうから、それと対決になっちゃうので、それはねちょっと分が悪かったっていうか、もうちょっとだけ1話2話らへんで、とてつもないつかみを用意しとくべきだったんじゃないかなとかも、思いますし、うん、まあ脚本が素晴らしくても、こう演出とか、撮影のテンポ感っていうのはやっぱめっちゃなかなか本当にもう1秒の、まあ 0.1 秒の、テンポ感でなかなかこう、あ遅いって思ってしまうとかって、やっぱり、うん、高い水準の中においては結構あるんだなっていうのが、思いましたので、うん、だからこそですね、初期、1話2話とか見たけどあんまハマんなくてやめちゃったななんていう方もですね、そしたらね俺7話見た方がいいと思いますよ。
とかですね、7話と10話11話を見た方がいいと思いますよみたいな感じでね、今後はね僕はねピンポイントで完結したドラマとか終盤に入ってきているドラマに関しては何話何話がおすすめですっていう言い方をね、恥も外聞もなくしていこうかなというふうに思うきっかけともなるドラマでした。ただ僕は本当にトータルではめちゃくちゃ好きです。正直今年を代表するドラマ、あのふてほどより上っすね僕正直。すいません、あのふてほど好きな方は申し訳ないですけれども、別にあの優劣比べる必要はないですけれども、どっちかっていうとレベル高いなと思ったのは、新宿野戦病院の終盤でした。はい、とにかく7話9話10、10話11話が素晴らしかったので、そこをぜひ見ていただきたいなというふうに思いました。はい、そんな感じで、新宿野戦病院初期の感想とかも概要欄に貼ってありますし、あと、工藤官九郎論という文章をですね、ネットに書いたものを僕しっかり公開していますので、それも、ふてほどのね、最終回の時のタイミングとかに書いたんですけれども、それも概要欄に貼っておきますので、よかったら読んでください。皆さんの新宿野戦病院の感想もよろしくお願いします。あと、来期のですね、もう秋ドラマに関しての情報がどんどん出ていますので、楽しみなドラマとかもあったら教えてください。以上、大島康之でした。ありがとうございました。